まあ、別にだから本当にフロイドは誰ともやる気がないのにこのイラストみたいになってるってことはなんかあるんだよな。だってあんだけジャケット着込んでさ、ベンジシューター打ちまくってるってことなんじゃないの？ってことはビルさんがウィズビーを連れて森にやってきたところかな。あれいつの間にリドルがいるこのデュースってあれでしょ、エースとセベクに追いかけられた後のデュースだよね。途中で出会ったのここまで来れば大丈夫か。ローズハート路長、少し休みましょう。そんななんか、リドル大丈夫か顔辛そうだけど。君は本当に足が速いんだな。陸上部だもんね。はい。体力と足の速さには自信があります。でも、昨日エースが言っていた通りですね。ハッピービーズデーは足が速いだけじゃダメだ。頭を使って乗り抜けないと、切り抜けないとか。なんでそんな噛む？僕はもう豆を使い切ってしまったし。当の本人のエースは、さっき早々に脱落したけどしたの？あれエース先ほど遭遇した怪物チーム、アズールには、今回は見逃してやると言われたけど、アズールにも合ってんだ。あれかな、アズールの SS レアのパスストップ、すごい噛むじゃん。大丈夫かね？ SS レアのパスストとかね、はなんか出てんのかな。彼の言葉はいまいち信用ができない。今のうちに装備を整えるか仲間を見つけなければ。僕、スタートしてからしばらくダイヤモンド先輩と監督生たちと一緒にいたんです。乗せられておとりに使われたんですけど、かわいそうにな。だからそのルートで戻れば先輩たちと合流できるかもしれません。あ、結局いなかったから合流できなかったのか。なんかバトルロワイヤルみたいだな。ん？何か来る。立つなデュース。わお見つけたぞジャック。捕獲アーム発動、覚悟しろリドル先輩。あらやばいんじゃないの、させるか。お先輩守ったぞ。あ、捕まっちゃったの。捕まえたぜって、あれデュースまた僕をかばったのか。おお、なんか逃走中みたいだな。なんかちょっと逃走中だったりバトルロワイヤルみたいな。さっきアズールに狙われた時もそうだった。どうして君は。違いますよ、最初に助けてくれたのは領長の方です。トランプ兵として領の頭は脱落させられねえ。行ってください。ケイト先輩たちは植物園の方に向かっているはずです。分かった、君の犠牲無駄にはしない。おーいいね。なんかなんだ。あら、まだ。この辺うろうろしてないみんな。おや、またお会いしましたね、リドルさん。挟み撃ち。このタイミングで現れるとは。ジャックとアズールはもともと協力体制にあったということか。やはり最初から僕らを逃がすつもりなどなかったんだね。言いがかりはやめてください。進行方向がたまたま同じだったということです。先ほど再び会うことがあれば正々堂々と戦おうとお伝えしたはずです。今がその時です。さあ、正々堂々戦いましょう。こまでか。つか武器がなんもない。おろ。なに、後ろから豆が。ビーンズシューターでの奇襲をやけるなんて、さすがだね、ジャック君。エペルはじゃあ、持ってんのか、シューターを。活性します、リドルさん。悪いかもしんねえ。エペル一人で火星に入ったその勇気、称賛しますよ。しかし、装備の厚さはこちらが上。あなたの行為はただ狩られる獲物を増やしただけに過ぎない。それはどうかしら？何？なるほど。あ、いいね、なんか、ポムの先輩後輩で。ビル先輩、いつの間にこんな近くに来てたんだ。ウサちゃんを追うのに夢中で周囲への警戒を怠っていたようね。罠に飛び込んできた獲物はどちらか教えてあげる。で、バトルか。なるほど。あ、面白いな。こんなことあったんだ。うん。1万2000まで来たね。なるほど。真剣に考えた。あ、はい。光栄に思います。覚悟する。あー、クソだったか。分かった。まあ、でもそんなに。オッケー。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。本気の鬼ごっこ。アズールとジャックも別になんか簡単にコロシアムの方に来たわけじゃなかったんだね。こういうなんか一悶着あったんだ。あ、おおお、わあ危なかった。ち、あともう少しで捕まえられたのに。あれ、おお、ジャックのアームも危険だが、広範囲を捉える。トワミも厄介だってかさ、広範囲のトワミ、あれか、アズールのやつか。あれ何あれ？あんたたち、近づきすぎてはダメよ。そうだね、農民チームは、そのためのシューターがあるわけだから、遠距離の方が絶対、近距離はもう不利だからな。もっと敵から距離を取って、数ではこちらが上よ。ジャックさん、ここは一旦引きましょう。なんでだよ、ここまで来て逃げんのか。怪物チームが同じ場所に長時間とどまらない立ち回りをすべきだ。1対1の追いかけっこなら怪物が有利になる仕組みですが、母数が多い農民チームに包囲されては終わりです。そうだね。まだ何人いるか分かんないもんな。あ、でもお前のゴーグルで分かんのか。先ほどのビューさんの言葉、どうも引っかかる。僕たちをどこかに誘導するつもりかもしれない。こけ脅しの可能性が高い。しかし、予想していなかった乱入が2度続いている。こけ脅しってこれ絶対ルビーなかったら俺読めないや、これ。着実に行きましょう。勝ちに大切なのは仕掛ける時より引き際ですよ、ジャックさん。ブルルルルル。仕方ねえ。なるほど。ん？え、やった！怪物チームが逃げてく！やはり警戒したわね。ブラフだったけど。アズールが慎重な性格で助かったわ。なるほど、嘘も方便ってか。でも、ハッタリだってほとんど見透かされてた。私の迫真の演技が通じないなんて。慎重なのが厄介なところでもある。危ないところだった。エペル、ビル先輩、加勢に感謝します。お礼の言葉は必要ないわ。それより移動しましょう。あ、ビルはビルで、わあ、もういいって、もういいって。ビルはビルで仲間ちゃんと増やしてたんだな。撤退したと見せかけて仲間を連れて戻ってくる可能性がある。わかりました。農民チームであるケイトと監督生たちが植物園の方を向かったと情報があります。そちらと合流するというのはどうでしょう。ええ、それでいいわ。私もさっきまでは仲間が、あ、おお、そうだよ。サバナクローのウィズビーどこ行ったんだよ。やむを得ず失ってしまったの。早く味方を増やしましょう。やむを得ず。このやむを得ずはあれかな。ビルさんのパソストでわかんのかな。あんたがいれば、ハーツラベルの農民チームは、力での説得なしについてきてくれそうだしね。ああ、なるほど、そうだね。それじゃ、植物園に向けて移動を開始するわよ。サクサク。サクサクって何？サクサクって何？あ、歩いてる音サクサクお菓子食ってるみたいな。それにしてもさっきのアズール。すでに全身を希少な装備で固めていた。私が2年生だった頃、やたらハッピービーンズデーについてあの子に尋ねられたことがあったわ。ほう。あ、はいはいはい。先輩にね、有益な情報を得るためにってことか。あれは過去の大会での戦中は補給物資の情報を得るためだったのね。そのようです。僕も同じことが気になり、先ほどアズールに質問してみたのですが、聞かされた計画の数々はもはや、行事に対する前向きな姿勢を通り越し、執念に近いものを感じました。アズールって絶対スパイ向きだよね。スパイさせたら強そうだもんな、なんか。昨日のルークさんといい、なんか怪物チームの人たちって、本気すぎてちょっと怖い、かな。確かに、本気な奴らばっかだな、怪物チーム、そう考えたら。先生何見てたんだ？そう？私は車に構えて適当に流してる方が粋じゃないと思うわ。それに、こんな大人数で本気の鬼ごっこなんて、大人になったらきっとできないわよ。ああ、そうだね。確かにね。なかなか機会いないんじゃない？普通の人だったらね。全力で楽しみましょう。お、ここでそのセリフが出るんだね。なるほど。それで、植物園にじゃあ向かいはしたのかな？何かね、ワクワクしてる奴がいる。トレイ、ジャック、アズールと、あ、ルークもいるね。なんかポケモンのせいかもしんないけど、木じゃなくて草って言いがちなんだよな。それじゃあルーク、仲間を増やすための当てはあるのか？何その、みんな森にいるの？広いね、森。誰とも会ってないじゃん、なんか。広いなぁ。当てというほどじゃないが、先ほどビルに追われたジャック君が本校舎の方へ向かうのを見た。彼が仲間になってくれれば百人力だと思うのだけれど、味方じゃないの？そう、グループ、さらにグループ作ってるってことなんだ。じゃあ、ビルに追われてたんだろう？それじゃ今頃は脱落してるかも。おお。あ、来た来た、おお、くんね、ちょっと待って待って。待て。地ならしがすごい。そんなに走ってんの？ほこりめっちゃ舞ってんじゃん。フロイド、てめえ待ち上がれね。一応先輩だけどね。よくもラギー先輩を脱落させなかったな。あの話の後か。わあ、そりゃこの顔にもなるわ。しつけえな。だってお前も埃立てて走ってんの？すげえな、足。わけわかんねえ。足わけわかんねえな、こいつら。最初に手出してきたのはてめえらだろうが。一発やったら三発やり返される覚悟しとけや。面白い。怖いもんな、もう顔やってるもんね、これ。2、3人軽くやってきたみたいな。ヘロヘロじゃねえか。同じ陸2年目でもヘロヘロのやつがいるよ。このままではジャックさんまで失うことになってしまう。そうなれば僕の計画。楽しそうで何よりだよ、なんか。おや。ルークさん、トレイさん。ロアディフォート、お困りのようだね。助立ちするよ。あ、そのバトルなんだ、それ。ああ、これはありがたい。では、フロイドと戦っているジャックさんの加勢をお願いします。実は彼、フロイドと遭遇する前から連戦状態でして、体力自慢のサバナクロー両生とはいえ、これ以上勝負が長引けば、敗色濃厚です。敗色でいいのかな？ウィー、わかったよ。おい、ルーク、本気か。フロイドとジャックが暴れているところに割り込んでいくなんてもう、ルークぐらいしかいないよ、そんなやつ。普通のやつ飛び込んでくやついないんだから。見ろ、巨体同士が猛スピードで追いかけ合って。土煙が渦を巻いている。191と192じゃ巨体も巨大だけどな。言うてお前らもそこそこ背高いからな。まるで巨大なブレンダーだ。何なんだそれは。ガルルルって二人で言ってんだ。ウツボって何？威嚇の声ガルルルなの？近づいただけで粉々にされそうだぞ。何が起こってんだね。死人出ないのこれ。大丈夫これ。大丈夫さ。こちらには人数もいるし。トレイが入ってる。人数にトレイが入っちょる。かわいそうだ。こいつだけ装備ないんだからさ。はい。さすがに4対1となればあのフロイドも取りを入っちょる。トレイが人数に入ってるの。かわいそうじゃ。こいつは装備もなきゃ捕獲青も何もないんだから。暴れる人魚を捕獲するのは初めてだ。ワクワクするね。トレイがかわいそうだ。あいつ一番傷になっちゃうもん。かわいそうだよ。てか捕獲アームや何やらの武器がある中でさ、何もないフロイドが生き残ってんのがすげえよ。ほらさっきからみんなほらしか言わねえの。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。それ違うって言われちゃったよ。それはもうビルさんとちょっとステージ違うのは重々承知なんですけどね、こちらも。あ、玉切れじゃん。あ？なんで弾出てこねえの？もう、内容を理解しない。ビンズシューターが何かを理解しないぞ、この子。純粋に寝たかっただけの子。ようやく豆が切れたようだな。皆さん、一気に取り押さえますよ。やば。なんかより楽しくなってきた。楽しくなる基準これ。追い込まれるとやりきってるタイプか？わかるよ。無視誘拐犯。追い詰められ、ギリギリの状態こそに味わえる。あー、なんだっけこれ。優越合ってる？もうなんかもう漢字が自信ねえよ、もう俺。あった。優越、惜しい。なるほどな、今楽しんでるって状態なのね。オッケーオッケー。待て、先輩方。ん？どうした？なんだ複数の足音がこっちに近づいてきてる。おそらく味方じゃない。この足音は。ん？誰だ？わ、キラキラしてる。なんだこの音楽。あ、この音楽か。あ、めっちゃキラキラしてる、なんか。すっごいキラキラしてる。似合う。ハンティングをお楽しみのようね、怪物さんたち。あ、なに、追いかけてきたんだ。ウィル、君に会いたくて胸を焦がしていたよ。恋をしている。こいつ恋してるみたいになってる。ルーク、私もあんたに会えるのをずっと楽しみにしていたわ。手持ちの弾の量は十分。あんたたち、油断せずに行くわよ。はい。あ、なるほど。この後もバトルかな。バトルっぽいな。